新トルコリラは2005年1月1日から2009年12月31日に適用されたトルコ共和国の旧通貨。1970年代のハイパーインフレーションの打開を狙って発行された。実質的にはデノミである。トルコ共和国及び北キプロストルコ共和国で共用された。なお、 2005年中は、初代トルコリラと新トルコリラが併用された。トルコ語では、家に TRK リラズという。通貨記号は、略称 y t l トルコ共和国中央銀行が発行した。補助単位は、シンクルシュで、1シントルコイコール100シンクルシュ。略称 Y クレ。1シントルコイコール44.09円。1ETL5ETL10ETL20ETL50。 1tl100tl の紙幣と1イクレ5イクレ10イクレ50イクレ 1tl の効果が発行される。なお、1tl5tl10tl20tl の各紙幣は額面と通過単位を除きそれぞれ100万トルコリラ500万トルコリラ1000万トルコリラ2000万トルコリラの紙幣とほぼ完全に同一のデザインである。2005年に新トルコリラ イマイナス8エミッショングループとして発行された、紙幣。2009年に発行された2代目トルコリラの発行に、伴い、2010年から市中での流通が、停止されている。回収は2019年末までの10年間で、行われ、2020年1月1日に執行する。新トルコリラ、新クルシュともに、肖像はすべて、 トルコ共和国初代大統領のムスタファケマルアタチュルク。ありがとうございます。